何もしてないけどね。後ろ？後ろいないっすよ。いないいないいない。後ろのおじさん警察じゃなくてアルバイトでしょ。アルバイト。ね、こう一番たかが一番いるためにこう座って大変なのよ、こうずっとね。1万円もらえるんだけど、座ってるわけだからずっとね、誰でもできる仕事だよ。だから暇な学生とかね、ゲーム隠れてしたりとかさ。よし、で聞こえてる、聞こえるように言ったんだ。びっくりした。ちょっと待って。でっかい蜂が今顔顔面す。ビッタ。ここ電波悪いね。一般人のディスはやめようなんて、何一般人のディスなんかしてないけど。よし、アルバイトの人をディスったわけじゃない、あの職業をディスったんだよ、私は。職業、誰でもできる仕事だよねって。座ってるだけでいいんだもん、座ってカチカチ。あら、やだ、多いかもしんない、スタリじゃ。ララ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 ラ。電波がない、電波がやばい、電波電波電波。電車乗ると性格最悪になる。そう？なんか変わる？なんか変わってた？自転車乗ってたの。オラオラになった。オラオラ系になってた。バンジーと、そうよ。皆さん、バンジー飛んだことある？ちなみに。私はバンジー、日本一のバンジーを飛びました。皆様は、それすらもできないおばちゃん。ね？これすらも、できないおばあちゃん。はい、そうです。おばあちゃん、おばあちゃんですね。もういいよ。バンジー飛んでから文句は言ってください。じゃあ皆さん、この赤字で終わりますよ、今日はね。で、明日は、なんだっけな、 TikTok かな、久しぶりに TikTok お家でやるんでね。で、今日行ったお店は、藤沢奈々の紹介といえばね、デザート無料になるんで、アットマークチャヤで、武蔵新城駅のチャヤで調べてくださいね。50名様限定みたいな。よかったら近くの人はね、遊び行ってみてください。はーい、おつじょり
そう、新城じゃない、それ城ね、城の方ね、新しい城で、武蔵新城ね。あー、お通り。そう、神奈川県、神奈川県。お通り。あー、じゃあまた明日。あ、写真撮ってなかったな。まあいいや、お通り。